こんばんは。けんちゃんさん、ゆうさん、じゃまささん、なおちゃんさん、こんばんは。今日も来てくださってありがとうございます。こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。今日もいっぱい来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。パンチか、こんばんは。お疲れ様、ありがとうございます。今日も来てしまって嬉しいです。ありがとうございます。しまいちさん、こんばんは。こんばんは。コロコロサニーナさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。お母さん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。ゆうじさん、来てよ、ありがとうございます。ということで、SKE48 さんの第9期生オーディションに参加させていただいています。エントリーナンバー27番のニーナタンです。よろしくお願いします。今日もね、元気に配信していこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。どうしよう、どこかな。嬉しいです。今日も可愛い、ありがとうございます。今日もよろしくです。ありがとうございます。よいしょ。ほっ、ニーナタン、クジラちゃんさん、ありがとうございます。今日のパークに来てくれありがとうございます。そう、なんかピンクの服です。こんばんは。初めてかなと思ったけど、昨日配信チラッと見たかも。追い込みしなかったけど、お、ありがとうございます。ロンリーボーイさん、あ、めっちゃうるさかった、ごめんなさい。よいしょ。はじめまして、SK48 さんの第9期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー27番のニーナタンです。よろしくお願いします。来てくださって、昨日もちょっと見たかもってことで嬉しいです。ありがとうございます。やっほー、山本くんさん、ありがとうございます。やっほー。こんばんは、カウント始めるプチライムさん、ありがとうございます。こんばんは、みなさん、こんにちは。こもちさん、こんにちは。こんばんは、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。すごい星いっぱい。嬉しい、ありがとうございます。ごめんなさい、びっくりしたね、通知は切りました。オンにした記憶ないのになりました、ごめんなさい。よし、ということで、はじめなので自己紹介します。SKE48 さんの第9期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー27番のニックネームがニーナタンです。年齢が昨日で19歳になりました。身長が160センチ、出身地が、生まれたのが京都で、育ったのは大阪です。で、趣味は歌うことと、お昼寝することで、特技がハンドスプリングってアクロバットの技と、まつげに爪楊枝を乗せることです。あれ、あった。で、初めは松村かおりさんです。よろしくお願いします。今日も髪がサラサラ、ありがとうございます。嬉しい。現状三蔵、現状三蔵さん、クラッカーありがとうございます。相模焼き、ありがとうございます。みなさん、こんばんは。カムカバーさん、こんばんは、ありがとうございます。みなさん、こんばんは。キャムさん、ありがとうございます。矢沢部さん、還暦おじさん、ありがとうございます。今日も頑張ろう、頑張ります、ありがとうございます。マー君さん、初見です。初見さん、はじめまして。 SKE48 さんの第9期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー27番のニーナタンです。よろしくお願いします。ニーナタン、ごめん。あ、ルナピさん、昨日ぶりです、ありがとうございます。ごじゃニーナタン、ごじゃココアさん、ありがとうございます。カウントしてくださって嬉しいです。ありがとうございます。朝マックさん、こんばんは。こんばんは。初めての方かな。
来てくださってありがとうございます。 SKA48 さんの第9期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー27番のリナタンです。よろしくお願いします。678ん、なんだろう、小町さん、あれか、間違えたか、あきさんすぐすぐ NGT さんやめな、わかんないどうなんだろう。こんばんは、あ、影さんこんばんは、ありがとうございます。今日も来てくださって嬉しいです。 NGT 調べてみた、ちょっとだけ調べました。ハロー、のじりさんこんばんは、こんにちはありがとうございます。毎度白メガネのトミさん、あ、気のぶりですね、ありがとうございます。こんばんはコウスケさん、はじめまして、あ、ありがとうございます。はじめまして、 SKA48 さんの第9期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー27番のリーナタンです。よろしくお願いします。424、あれか、間違いはったかな。こんばんは、ヨッコさんこんばんは、ありがとうございます。初めてかな、ありがとうございます。還暦おじさんさん、昨日のランキング5位だったね、今日も取りに行きましょう、ありがとうございます。そう、ランキングが実はありましてなんと5位ということで、ありがとうございます。私の最終的な目標は10位以内になんとかいたいなっていう目標があります。なので頑張ります。ズッキーさんこんばんは、こんばんは、ありがとうございます。昨日 VS うさやさんこんばんは、ありがとうございますはじめまして。今日は初見です。あ、ジャンマーサーさんありがとうございます昨日ぶりです。今日は初めましてコウスケさん名前呼んでくれてありがとう。好きになった、そう好きになってほしいです、ありがとうございますみちょさん、ニーナさん、はじめまして、ありがとうございます。はじめまして、 SKA48 さんの第9期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー27番になったんです。よろしくお願いします、ありがとうございます。オーディション頑張って頑張ります、ありがとうございますパチ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 、そう、5位なんですよびっくり。そう、なんか私は、そうですね、 SK さんの初期生さんかな、初期生さんのオーディションの時はなんだっけ初期生さんのオーディションの時は17位だったので、今回はそれよりも上に行けるように頑張ります。全く間違いなし、頑張りますありがとうございます。10位目指そう、ゆうさん、そうですね、頑張って目指しますやっぱりなんだろう、関係はなんか合否に関係はしないんですけどやっぱりなんだろう、上目指したいですけんちゃんさん、アイスクリームありがとうございます、嬉しいです。じゃあマサさん、昨日は一瞬4位になってたんだよね。そうなんです、4位になりましてでも今は5位として、最終でも絶対、そうですね頑張ります。何位だっけ、17位以上には絶対なれるように頑張ります。もうすぐ期末試験、ですね、期末試験というものが学生なので、学生ん専門学生なんですけど、専門学生なんでなくてそうなんです、なので、期末試験はございませんえーっと頑張れ、ありがとうございます。ミクさん、昨日ぶりです、来てくださってありがとうございます。公園とか見に行ったことあるの？公園見に行ったことあります
でも場所の関係でスキーさんは見に行ったことないんですけど、地元なので NNB さんは見に行ったことあります。勉強できる方、アキトさん、お勉強はあんまり得意じゃないです。ニーナさんこんばんは、初めて来たよ。ジブリさんこんばんは、初めまして、来てくださってありがとうございます。SK48 さんの第9期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー27番のニーナさんです。よろしくお願いします。初見です、可愛いですね。ありがとうございます。初見さんじゃないと思うけどありがとうございます。全然のまつもりじゃんかと思った、ありがとうございます。そうなんです、昨日からなんかたくさん言っていただいて嬉しいんですけど、ありがとうございます。どこまで読んだかな。こんばんにゃ、ひらちさんこんばんは、こんばんにゃ。今日も来てくださってありがとうございます。昨日も来てくださってましたね、多分。ありがとうございます。同じ京都人として、お、ありがとうございます、嬉しいです。合格目指して頑張ります。うん、前回より、そうなんですよ、前回17位だったんで、それよりも上に行けるように頑張ります。 NGT 誰が好きですか、千穂さん。 NGT さんはあんまり詳しくないんですけど、まあでもそうですね、 NGT さんやったら、でも誰だろう、でも荻生花さんですかね、やっぱりずっとオーディション受けてはったし、荻生花さんですかね。こばっちさん、ハート100くださってありがとうございます。ハート嬉しいです、ハート。とうくんさんありがとうございます、ハート100個、嬉しいです、ありがとうございます、ハートハート。はじめまして、頑張ったね、よさけさんありがとうございます。はじめまして、 SKE48 さんの神田、 SKE48 さんの第9期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー27番のニーナさんって言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。たかちさんこんばんは、ニーナさん今日も可愛い笑顔に癒されて、私キパワーください、ありがとうございます。たかちさん嬉しいです、ありがとうございます、大好き。ありがとうございます。さとちゃんさんこんばんは、遊びに来ました、今日もご一緒です、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。遊びに来ましたよ、ありがとうございます。たまに出る関西弁、そうなんです、なんかちょくちょく出ます。ちょくちょく出てるみたいで、あんまりなんだろう、標準語で喋ろうとか関西弁で喋ろうとか思ってないんですけど、結構多分その場その場で出てるので。ありがとうございます、よしきですね、ありがとうございます。なんて読むやろ、ほほほ。読めへん、なんて読むかな、14歳くらいかと思ったら19歳の死んでるの、ありがとうございます。19歳です、昨日で19歳になりました。ディティのうぐまさんに来ます、ありがとうございます。いっぱい、ココアさんハート1個出て、ありがとうございます、ハート嬉しいです、ハートハート。ありがとうございます。君大福さん今日誕生日でした、あ、昨日です、昨日お誕生日で、昨日19歳になりました。今日はピントが合いにくいかな、なんかめっちゃ飛んでますよね、光がこの辺の。昨日来たよ、やっぱりそうですよね、ありがとうございます、よかった。ありがとうございます。じゃあモスさん復活してる、そうですね、今は全然、昔はめっちゃしてました、今はそうですね、8期生さん言ってから嫌いになったってわけじゃなくて、普通にただただ見るのが辛くなっちゃって、なのであんまりしなくなっちゃったんですけど、何歳かな、でもそれまではずっと個別握手会とかも行ったことあります。芸家も諦めなかったからね、そうなんですよ、なんで
頑張ります。よしくんさん、初見です。ありがとうございます。初見さん、はじめまして。月経法廷さんの第9期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー27番のニーナタンです。よろしくお願いします。今コナンの映画見ながら応援します。お、ありがとうございます。映画見ながら見てください。すごい、なんだっけ、なんか両立。ありがとうございます。嬉しいです。ご自由になった、ありがとうございます。なんて読むんやろ、ミスターニボンクレさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。はじめましてかな。本宮渚さんかな。ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。せんちゃんさん、こんばんは、また来てありがとうございます。のぶりですね、ありがとうございます。今日も頑張ります。こうすけさん、おいも関西人。お、一緒ですね、じゃあ。関西のどこに住んではるんやろ。よいしょ、かわいいですね、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。はじめまして。あれ、りょうさん昨日も来てなかったっけ。違うかったらごめんなさい。ありがとうございます。はじめまして。あれ、誰。昨日も見た気がする。本宮渚です。あ、ありがとうございます。本宮渚さんですね、覚えます、頑張って。けんちゃんさん、ハート100ありがとうございます。嬉しいです。あ、そう、一旦仕事見ます。ありがとうございます。来てくださってありがとうございます。今日お仕事頑張ってください。本名でありません、よろしくお願いします。あ、そうなんですね、わかりました、ありがとうございます。本宮渚さん、ありがとうございます。笑った時の声と目が。ありがとうございます。なんか照れるな。兵庫県、あ、隣かな、じゃ。隣、そう、私兵庫県に友達多いので。ありがとうございます。今日は何か企画やるのかな。今日はですね、一応お絵かきしようかなって思ってます。ケイムさん、SK画兵がなくなるのが辛い。そうですよね、ショップもなくなっちゃうんですよね。だってメンバーさんのサインとか飾ってあるの。富江渚さん、笑顔素敵ですね、ありがとうございます。ありがとうございます。どこまで読んだかな。ボーレイペンギンさん、こんばんは、今日もよろしく、ありがとうございます。こんばんは、今日も頑張ります、ありがとうございます。どこまで読んだかな。どこまで読んだかな。よし、ひらちさん、運転中だからね。あ、ありがとうございます。運転気をつけてください。ありがとうございます。スタッフさん、こんばんは、パツマン、ありがとうございます。昨日も確か来てましたよね。ありがとうございます。ニーナさん、こんばんは。スガスさん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ハゲさん、では星集めしてきます、頑張って。お、ありがとうございます。星集め嬉しいです、頑張ります、ありがとうございます。ももいなさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。初めてかな、初めて見る気がする。たすきえほうていさんの第9期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー27番のニーナタンです。よろしくお願いします。髪型分かれてないかな、編んだり編んだりとか、ボンネで、お、ありがとうございます。そうですね、今日でも一回、なんだろう、19時まで一回この配信して、19時半からまた配信させていただくので、その時に変えようかな。今ゴム持ってないんですよ。ありがとうございます。
がとうございます。小鉢さんハート500個ありがとうございます。ハートありがとうございます。ボンちゃんかミスターツーって呼ばれてます。あ、なるほど、どうしよう、じゃあボンちゃんさんって呼ぶかな。ありがとうございます、ありがとうございます。昨日もいましたですよね。よかった、ありがとうございます。リオさん大学生ですか。大学生じゃなくて一応専門学校の1年生です。かっちゃんさん私も英語です。お、よかった、一緒一緒一緒じゃないか、さっきの方と一緒。すごい。画伯と噂のニータン、そうでも画伯じゃないはずなんですけどね。深緑さんこんにちは。こんにちは、昨日ぶりですよね多分。ありがとうございます、今日も来てくださって嬉しいです。山下さん画伯来た。画伯なんですかね、うん。どこまでだから学タイムかどうでしょう、あれ。けんちゃんさんタコありがとうございます。どこまでいるんだかな、ツインテール配信とかしないの。そうですね、ツインテールもやれればいいなって思ってます。でもかなと何しようかな、ああどこまでいるんだかな。あとぼちさんになったらやばい、うまくはないけど下手でもないはず。下手でもないはずです、はい。トークンさんバラありがとうございます、嬉しいです。バラお花ほう。ありがとうございます。松村ランディさん松村ブありがとうございます。こぼすニノさんのハートの独占金庫を確保されました、ありがとうございます。NNB さんの曲ですね。 SK オーディション3組、あ、そうなんですよ、7期生さんは書類で落ちちゃったんですけど、8期生さんは最終審査で落ちちゃって、今回は3回目のチャレンジとなってます。どこまで読んだかな。ダダダさん誕生日おめでとうありがとうございます。そうなんです、昨日お誕生日で19歳になりました。りょうさんありがとうございます、また来ます、ありがとうございます。また来てください、ありがとうございました。とうくんさんだるま100個ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。たんばらのなぎささん8期生だとおかのみくさん、あ、わかりますよ。ありがとうございます、みーぽぽさんですよ、ありがとうございます。いいですよね、皆さん画伯多いからね。月の北村川よしの画伯に心を明るく。どうなんでしょう。ここはさん配信空き時間はちょっとぐらい見てる時間だ、お、どうなんだろう。空き時間はライブを見てる、ん、どういうことだろう、どういうことだろう。お、けんちゃんさんハートいっぱいありがとうございます、嬉しいです。レミさんヤホピーありがとうございます、初めてかな、初めましてさんありがとうございます。SK4OTS さんの第9期生オーディションに参加させてもらってます、間違えた、エントリーナンバー27番のニーナタンです、よろしくお願いします。お客さんは大体そうおっしゃいますね、あれ。どうなんでしょう、あ、名前が読めない、わかんない、STU48 さんこんばんは、こんばんは、ありがとうございます、昨日ぶりですね、ありがとうございます、来てくださって嬉しいです。
昨日ということは卒業生の川崎なるみさんと多分そうですねありがとうございます。あと誰だっけ、 NB さんのジョーエリコさんだっけも一緒ですね。では可愛くて綺麗だけどどうなんでしょうあんまりそうですね、星拾いに出かけてきますね、しばしばいちゃ、ありがとうございます。やたべさん嬉しいです星集めしてくださってありがとうございます。あ、そうや、で、あの昨日かな、昨日ぐらいに皆さんにお願いしたんですよ。なんだっけ、あったこれだ、推薦コメントを書いてくださいと書いてくださったら嬉しいですって書いたんですけど、お名前書けますって書いたの覚えてますか。で今日ちょっとお名前ちょっと書いてきたのでぼわっとやらせてもらいます。よいしょ、まだ書いてないよって方ね、ぜひ書いてもらえたら嬉しいです。推薦コメント明日かな、明日の15時までに承認されてるコメントは基本的にお名前を書かせていただくので、よかったら推薦コメントよろしくお願いします。あ、ココアさん、バラありがとうございます。お花ありがとうございます、ね、あ、そうなんや、七期生さんありがとうございますゆきおさん、こんばんは。こんばんは、昨日ぶりです。今日も来てくださってありがとうございます。今日も頑張ります、ありがとうございます。しまった、まだ書いてなかった、今から書いてくる。お、けんちゃんさんありがとうございます、嬉しいです推薦コメントの途中嬉しい、お、とても嬉しいです推薦コメントの通知は嬉しいです。なんかバババーってなってたら思わずスクショしちゃう何色のペンで書いたらいいですか、何色のペンだろう何色のペンがいいかな、どうでしょう、黒まなみさん、こんばんは。こんばんは、昨日も来てくださってたかな、違うかな、違うかったらごめんなさい、ありがとうございます。こんばんは、コスキノに行って星ありがとうございます。せいやさん、はじめまして、はじめまして、こんばんは、来てくださってありがとうございます。SKU48 さんの第9期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー27番のニーナタンです、よろしくお願いします、ありがとうございます嬉しいです。昨日見ててまなみさんありがとうございます、やっぱりよかった、間違えてたらどうしようと思ったんですけど、昨日も見てくださったみたいで嬉しいです、ありがとうございますトロさん、こんばんは、命なのに、あ、こんばんは、見てくださってありがとうございます。トロさん嬉しいです、ありがとうございます。どうしよう、今ばーってじゃあ名前出していきますね、読めない方が何人かいらっしゃるんですけど推薦コメントありがとうコーナーです読めへんねんな、でもハックさん読めるかな、ありがとうございます、秒すぎるめっちゃ早い、ハックさんありがとうございます。ジャンマッサーさん、推薦コメントを書いてくださってありがとうございましたありがとうございます、今見てるかな、タツちゃんさん、コメントを書いてくださってありがとうございました
見てるかな。かかまたまあれしょうしょうきさんかな。なんて読むかな。ありがとうございます。はじめまして、初見ですということで、はじめまして、こんばんは。来てくださってありがとうございます。SK48 さんの第9期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー27番のニーナタンです。よろしくお願いします。仕事タクシーなかなか、あ、なるほど、ロンリーボーイさん。タクシーの運転手さんなんかの、なるほど、気をつけてくださいね。ありがとうございます。でも嬉しいです。ありがとうございます。山下さん、どういたしまして、ありがとうございます。全然、こちらこそ。ありがとうございます。かまたまーれ正気さん、あ、正気でした。ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そう、昨日で19歳になりました。ありがとうございます。正気さん、嬉しいです。ありがとうございます。けんちゃん、ハンドスプリング得意ってことは運動神経いいのかな。どうなんですかね。あんまり自分では運動神経いいって感じたことはないんですけど。一応でも機械体操5年かなやってました。新体操もやってました。いやあ、リューティーさん、初めてかな。いやあ、いやあ。ありがとうございます。来てくださって嬉しいです。コウスケさん、 NNB で好きなメンバー教えてください。 NNB さん、そうですね、でも卒業しちゃったんですよ、私が好きなメンバーさん。西村愛香さんっていうメンバーさんが好きやったんですけど、卒業しちゃわはって。そうなんです。今は誰、今はあったら、山里奈さん、山尾里奈さんですかね。今フレディみたいな焼き肉行くん、あ、そうなんですね。私まだお酒飲めないので、飲んだことないんですけど。そう、なんかよかった、よかった。ありがとうございます。ジブリさん、誕生日と、お、ありがとうございます。そうなんですよ、昨日で19歳になりました。びっくり。そう、19歳、早いな。19歳になりました。かまたまれ正気さん、19歳年の、あ、そうなんですね。かまたまれ正気さんは何歳なのかな。よかったら教えてください。19歳です。今日19じゃない、昨日19歳になりました。先生、コメントご視聴ありがとうございます。明日かな、明日の配信でまた名前書いてもらって、もらおう、もらった後に、お、もらおう、明日の配信まででも名前を書いて読ませていただきます。ありがとうございます。体柔らかいのかな、どうなんだろう、柔らかいのかな。いや、でももうやめてから、その体操やめてからもう3年ぐらい経ってるんで、ちょっと硬くなってるかも。黄色メガネのニオさん、今日も頑張って、ありがとうございます。昨日ぶりですね、今日も来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。ココアさん、ハートいっぱいありがとうございます。嬉しい。誕生日が一日すぐに親近感持った、お。あれ、昨日聞きましたっけ、キルメガネののりおさんはいつですか。かまたれさきさん、高3です。あ、じゃあ一個下なんですね。そっか、ありがとうございます。すごい年近いですね、びっくり。ありがとうございます。あ、推薦コメントちょっとじゃあバーって読んでいきます。もう見てるかな。ズッキーさん、推薦コメントありがとうございました。
ボーレーペンギンさん、推薦コメントしてくださってありがとうございました。で、ほ、小鉢さん、推薦コメントありがとうございました。見てるかな、なんかね、星集めってくださってる方が何人かいらっしゃるのです。ユーシーさん、推薦コメントありがとうございました。大ちゃんさん、推薦コメントありがとうございました。見てるかな、よいしょ。石田タクヤさんか、ユーじゃないか、タクヤさんか、ありがとうございます。ちゃんと呼んでます。ありがとうございます。あ、さっき星集めちゃったかな。カンルキおじさんさん、やったべさん、ありがとうございます。見てるかな、ありがとうございます。で、ココアさん、ありがとうございます。見てるかな、ありがとうございます。で、コロコロさん、今いるかな、ありがとうございました。推薦コメント嬉しいです、ありがとうございます。で、ゼロさん、推薦コメントを書いてくださってありがとうございました。はい、ちょっと長いな。赤秘書室長、青秘書室長、黄秘書室長さん。今見てるかな、ありがとうございました。推薦コメント書いてくださって嬉しかったです、ありがとうございます。で、みなめろともさん、ありがとうございます。推薦コメント嬉しかったです、ありがとうございました。みーのんさん、推薦コメントありがとうございました。書いてくださってて嬉しかったです、ありがとうございます。ゆういちさん、推薦コメントありがとうございました、嬉しかったです、ありがとうございます。今見ているかな、ありがとうございます。竹内、なんて読んだろう、たかしさんか、ありがとうございます。推薦コメント嬉しかったです、しっかり読みました、ありがとうございます。トラさん、さんありがとうございます。今日も、今日もじゃない、さっき来てたけど、どうだろう、いるかな、ありがとうございました。推薦コメント嬉しかったです。友香田さん、推薦コメント書いてくださってありがとうございました、嬉しかったです、ありがとうございます。で、今日はそうですね、ここまでかな。次、ゆうさん、まだ見てるかな。推薦コメント書いてくださってありがとうございました、ちゃんと読みました、ありがとうございます。ということで、今日がここまでかな。すごいたくさんの方にね、推薦コメント書いていただいて嬉しかったです、ありがとうございます。あ、ゆうさんよかった。どこまで読んだかな、どこまで読んだかな。そう、推薦コメントありがとうございます。まだね、書いてないよって方、またよかったら書いていただけたら嬉しいです。ちゃんと明日かな、明日の配信でお名前書いて読ませていただくので、よかったら推薦コメントお願いします、ありがとうございます。あれ、何歳いる。え、何歳いる、全然わかんない。どうなんだろう。何歳でしょう。乙宮渚さん、37歳です。お、そっか、ってことは30歳ちょっとか、32歳差ぐらい、違う、23か。ありがとうございます。すごいなんか幅広い年齢層の方に見ていただいてて嬉しいです、ありがとうございます。この前大学合格しました、お、おめでとうございます。かまたまわれしょうきさん、おめでとうございます。そっか、大学楽しんでください。ありがとうございます。
いい報告や。それに続けれるように頑張ります。ゆうたさん、かわいいですね。フォローしました。お、初見さんかな。ありがとうございます。SK 方程式さんの第9期生オーディションに参加させていただいてます。エントリーナンバー27番のニーナタンです。よろしくお願いします。フォロー嬉しいです。ありがとうございます。けんちゃんさん、アイスクリームありがとうございます。アイスってなんかこんなん。ありがとうございます。ピーポー鳴ってる。声援コメントよく考えてから書かせてもらって、おっ、こうすけさんありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいな。おっ、いえいえ、こちらこそ書いてくださって嬉しかったです。ありがとうございます。かげさん、星集めしてきました。おっ、おかえりなさい。ありがとうございます。星集めありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。エキビザメさん、今日も来た。お、今日も来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。今日も来たとのこと。昨日ぶりですね。覚えてます。でもありがとうございます。今日も頑張ります。コロコロさん、ニナさん、こちらこそありがとう。お、よかった。言ってた。言ってくれてた。コロコロさん、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。ココアさん見てるよ。お、よかった。ありがとうございます。出演コメント嬉しかったです。サイヤナギサさん、髪切れですね。お、ありがとうございます。そう、昨日からめちゃめちゃ褒めていただける褒めていただけるので嬉しいです。ありがとうございます。ゼロさん、こんばんは。お、こんばんは。見てたかな、さっきの名前見えてました。見れてたことを祈ります。ありがとうございます。こんばんは。滝田さん、こんばんは。こんばんは、初めてかな。ありがとうございます。来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。ジェブリーさん、あ、ユウさん、ごめんなさい。ユウさん、ありがとう。ありがとうございます。こちらこそ書いていただいて嬉しかったです。ありがとうございます。ジェブリーさん、推薦コメント確認ありがとうございます。嬉しいです。推薦コメント、そう、たくさんの方に書いていただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。今書いてきたよ、けんちゃんさん。お、ありがとうございます。じゃあぜひ明日の配信をちょっと楽しみにしててください。ありがとうございます。たけちゃん、たけさん、こんばんは。初見です。たけさん、こんばんは。はじめまして。来てくださってありがとうございます。SKF48 さんの第9期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー27番のニーナタンです。よろしくお願いします。嬉しい。ありがとうございます。ユーティーさん、前髪が絶好調ですね。お、ありがとうございます。そう、昨日ちょっとここ気になってたから切りましたもん。でもまだ若干長い。ありがとうございます。後ろに忍ばないちゃんとリナさんってちゃんと放棄したんだね。ありがとうございます。そうなんです、昨日ね、皆さんにニックネームになったんで決めていただいたので、ちゃんとニックネーム上に書きました。星投げ終わりました。失礼しました。お、影さん、星投げしてくださってありがとうございました。嬉しいです。ありがとうございます。ニナタンというお願いする。お、ゆうたさん、ありがとうございます。嬉しいです。そうです、昨日皆さんに決めていただいて27番なので、そして松村香織さん推しなので、ニーナタンっていうニックネームでやらせていただいてます。ありがとうございます。星投げさんからまた来ますね。お、ボンちゃんさん、ありがとうございます。星投げ参集していただいて嬉しいです。ありがとうございます。おとみやなぎさん、
レムフォローさせていただきました。お、フォローありがとうございます、嬉しいです。そう、フォロワーさんがめっちゃ一気に増えてすごく嬉しいです、ありがとうございます、幸せ、ありがとうございます。ということで、よし、うん、なんてなってる、ほ、推薦コメントも読みました。なので、あ、推薦コメントの通知が来てる。さっきじゃないの、43分前に推薦コメントの通知が来てました。ありがとうございます。ゆうつさん、かおたんの、なんだろう、好きなの、好きです。何、なんだろう、欲しいなので、ちょっと文字化けじゃないか、うん、欲しいじゃないか。なんだろう、欲しいになっちゃっててちょっと分かんないんですけど、書き忘れてた、これおいしい。そうです、松村かおりさん好きです。山穂さん、花束ありがとうございます、お花いっぱい、わお花お花お花、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。松村かおりさん推しなんですね。そうなんです、松村かおりさんが好きです。けんちゃんさん、前髪パツンタイプです、お、ありがとうございます。そう、前髪ね、もう高校1年生かなの時からずっとパッツンです。なんか分けるの似合わないって言われるのでパッツンにしてます。川田は押せますね。押せます、押せます、私もあんなアイドルになりたいです。川田のケツはって受けたことある、ないんですよね、それがもう一回受けてみたいな。ね、ということで、コメントたくさんありがとうございます。じゃん、早速今日の企画、お絵かきクイズタイム、イエーイ。さあ、これは私が描いて、私が絵を描いて何を描いてるか皆さんに当てていただくクイズとなってます。よいしょ、イエーイ。そうなんです、結構ね、自分ではあんまりわからないんですけど、なんか変な絵描くねとか言われるんですけど、割とそんなこともないはずなので、今日はね、それを証明していけたらなと思います。俺もお前がパタのテペを、ジブリさん、ありがとうございます、嬉しいです。そう、前髪パッツンです。イエーイ、イエーイ。けんちゃんさん、あ、クイズ形式、そうなんです、クイズ形式でやらせていただきますので、よかったら、なんだろう、コメントしたことないよって方でもね、気軽に参加していただけたら嬉しいです、ありがとうございます。こんばんは、仕事ありました、お、ジョーさん、ありがとうございます。お仕事お疲れ様です、来てくださって嬉しいです。お、お、お、どこまで読んだ、お仕事お疲れ様です、来てくださってありがとうございます。嬉しい。前髪分けるとどんな、前髪分けたらこんな、そうでもね、似合わへんって言われる、違うって、
違うって言われるので基本開けませんパッツンパッツンです。難しいんだよな。あ、そういうことか。クイズがですかどうでしょう。簡単なはず。関西なんかなんだ、関西なんか聞こえない。お、ありがとうございますゆうつさん。なんか標準語と多分混ざってるんですけど、私はなぜかでも関西弁も出てるみたいなので。見えるかな。あ、見えた。ボールペンで書けます。じゃあ、おいしょ。そんなことないよ、そんなことないはず。そうだありがとうございます。ハート山宝さん、めっちゃいっぱいありがとうございます。ハート100個もありがとうございます。ちょっと給油できて、またね。お、こうすけさん、給油大丈夫かな。ありがとうございましたまたよかったら遊びに来てください。ありがとうございます。今先生コメント書いてよ、しんちゃんが撮ってみて。お、かげさん、ありがとうございます。ちゃんとしっかりチェックさせていただきます。ありがとうございます。ということで、じゃあ早速なんですけどもお絵かきしたいと思います。見えるかな、これ見えます。ちょっと見にくいか。第1問こんばんは、田口、なんて言うの、和則さんかな、ちゃうかな、読み方がわからん。ありがとうございます。こんばんは、来てくださって嬉しいです見えてる。あ、よかった、見えるよ。ありがとうございます。よかったよかった。じゃあ早速なんですけれども、第1問、よいしょ。まあ第1問ということで、簡単な簡単なものにしますこれは多分ね、一発で分かると思う。うん、これは分かる、多分誰でも分かるよし、じゃあ第1問いきます。じゃらん、お絵かきクイズ、これなんだよかったら当ててみてください。こちらは何でしょう。これはでもさすがに分かるはずパンダね、やっぱさすがにこれは分かるかな。正解一番最初ということで、ゆうさんかな、パンダゆうさん、こばしさん、でもん違う、にーなさんじゃないです。くま、くま、確かにくまではありますね。工作さん、ゆうじさん、たぬゆなぎささん、シャンシャンじゃないですねけんちゃんさん、ばパンダ、コロコロさん、なんて読むんだろうじゃあさ、ニーナさんじゃないですね。パンダ、かたまれ、しょうきさん、くまねこ、違います。ゼロさん、こんばんは、こんばんは、あれ、さっきぶり、ありがとうございます。そう、ということで第1問パンダでした。ほっ、ゆうさん、じゃんということで第2問に行きます。第2問はどうしようかな。あ、わかった。じゃあこのページはこのページ、あ、そう、ゆうさん正解ですえ、しりとり、あ、しりとりもういいですね。しりとりにしようかな。そうしようじゃあしりとりにします。の方が分かりやすいかも。よし、パンダ、ダでしょ、ダ、ダって何があるやろ、ダダ、絶対難しいって言われるけど書く分かりました、ダ、ダでしょ、
よし、できた。ダチョウ違いますね。よし、ということで第2問いきます。じゃん、こちらなんだ。ダダマシンガー、ダチョウ違います。なんでしょう、これは。なんだ、ラジカセ違います。ヒントだ。ヒントだ。1?1? 下にだって書いておこう。だから始まるものです。よいしょ。これは何でしょう。第2問。あ、待って、正解が出た。そう、台所影さん正解。すごい。袋から長ネギじゃないですね。山宝さんも正解ですね。かまとまるしゃきさん、ダンボール、ダンボールじゃないです。ダジリンティーでもないですね。正解、第2問の正解は台所でした。どこだ、そうだがちょっと思い浮かばなくて。台所かなって。だから台所です。正解おめでとうございます。むずい。あ、おとめさん、ご飯食べましたね。ありがとうございます。ご飯いってらっしゃい。食べてきてください。ありがとうございます。ゆうじさん、 M に、お、やった、ありがとうございます。ここは寒いだ。でそう、けんちゃんさん、台所してる。そう、台所しかね、思い浮かばなくて。台所にしました。で、ろ、そう、次は、ろうです。ろうにします。かげさん、やった、そう、やった、やった。ロメールズ。フライング。じゃあ、まささん、服見せて、服。こんな感じです。そう。映せる範囲が、ここ。ねるこにありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ロールパン、うんや、終わっちゃう。終わっちゃいますね。ねるこ、ありがとうございます。嬉しいです。そう、終わっちゃう、終わっちゃいますよ。次、じゃあ第3問いきます。そう、今気づいたんですけど、今日名前書いてる時にめっちゃ当たってたみたいで、見てください。ほら、なんかね、黒いのついた。じゃあ3問目いきます。ヒントはローから。ロロって何があるやろ。ロロロローソン、終わっちゃう。あ、わかった。でもどんなんやったかな、ちょっと調べます。あ、わかった。よし、できた。ロバ、ロバじゃないですね。ヒント、ヒント、ローから始まるものです。じゃん、第3問はこちら。これは何でしょう。第3問です。
んて読むでしょう。読むじゃない。なんでしょう。お。ロールケーキ、ロールケーキ。ロバじゃないですね。ロジャーテイル、違います。ロウソクじゃない。クジラテス、ロボットじゃないです。ゆきおさん、お。正解が出てきた。正解は、ゆきおさん。やったー、おめでとうございます。そう、ロコモコ。そう、ロコモコです。ロコモコ、ロコモコです。正解。おめでとうございます。そうです、ロコモコです。ロールキャベツでもなく、めんない、あ、ごめんなさい、ロコモコ、んーと、ゆきよさん、あ、返してきた。ありがとうございます。老若のね、四字熟語、ロールキャベツ、違います。ロールキャベツ、ロールケーキ、違います。ロコモコ、そうです。すがせさん、ロコモコです。そうです。けんちゃんさんもそうです。六本木のランチ、違います。ヤフー、ヤフー、やった、ロコモコにしか読めない。お、さすが。ロコモコ、どこまで読んだかな、ない、なんだろう、ない。ほう正解した人には、正解した人にはなんだろう、漏れなく名前を書きます。かな、ハンクブリは健在だね。どうでしょう、どうなんですかね、健在なんかな。健在なんですかね、ちょっとはマシになったはずでも。あ、還暦おじさんさん、ハートありがとうございます。嬉しいです。台所にいてる、嘘でしょ。あ、そう、台所はこれがなんだっけ、出てこない、これが火つけるところ。で、これはまな板で、これは水道水です。そうで、ママやったコメントできる、あ、トロさん、おし、どうぞ、ばばば、おかえりなさい、ありがとうございます。どこかな。ここで、ここで。六本木のランチ、六本木のランチ面白いですね。当たる気がしない、頑張ってください、いつか当たるはず。当たるはず、当たるはず。かなりうまくなってる、やった。なかなかそうなのでね、ほんまですか、あんまり分からん。ありがとうございます。うまくなってるということで、うまくなってます。やったね、今ともかく発想がすごい、発想。どうなんだろう、コンロ、そうです、コンロです。コンロ、コンロ、そう、コンロ、コンロ、薬が言いたかった、ありがとうございます。水道水、そう、水道水です。そう、コンロ、ありがとうございます。ハマちゃんさん、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。来てくださって嬉しいです。 SK48 さんの第9期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー27番のニーナさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。
マホーさん、だるま100個ありがとうございます。だるまだるまありがとうございます。嬉しい。なんだろう、星と水道水、水水道水です。現在ランキング3位です。お、ほんとだ、ありがとうございます。嬉しいです。3位、びっくり。ありがとうございます。頑張ります。やったね、ジブリさん、やったね。ココイチのカレー違います。ジョーさん、いいね、いいね、ありがとうございます。あ、3位がってことかな。ジブリさん、ありがとうございます。コウチさん、ハートありがとうございます。コブラ、コブラじゃないです。じゃあちょっと第4問いこうかな。ちょっと抜けてた。こう終わった。あ、まだ終わってないです。今からこうします。ムール努力の成果。お、ありがとうございます。嬉しいです。3位。ありがとうございます。シャーガーさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。今日も来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。ということで第4問いきます。第4問はこうから始まります。こうでしょ、こうこうこう、うん、ここで、ここで一発かな。こんばんは、こんばんは、先ぶりです。ありがとうございます。なんだろう、こうでしょ。あ、わかった。こう、はい、わかりやすい。第4問、こう。国産、うんじゃないです。なんでしょう、こちら。ホロタン。それはあれですね。お、やっぱりこれはわかりやすいかな。一番の正解。違います。正解は、皆さんほとんどの正解ですね。コマです。正解、やったね。コッコイチコロさん、コマ、クジラちゃんさんかな。一番とはケンちゃんさん、ジョーさん、ユウさん、かまたまーれ、しょうきさん、ジブリさん、トロさん、シャーガーさん、ユジさん、正解。コロタン、そう、コロタンではないですね。一番がクジラちゃんさんだったので、クジラちゃんさん。こう、ま、よし。ということで第4問の正解はコマでした。これはさすがに皆さんすぐお分かりになられてましたね。ということで第5問いきます。第5問どうしようかな。まあでしょ、まあ、あ、まあ、まあ、何、どうやって書こうかな。わかるかな、これ。わかる、皆さんならわかるはず。ということで第5問いきます。第5問はなんでしょう。
これはマックあ、どこまで読んだかなどこから読んだかな、どこまで読んだかな。軸がずれてる、あ、ほんまや気づかんかった。自分一文字目が、お、やっぱり難しい星集め、ありがとうございます。マーライオン、違います。みんなとこも、あ、ミルクさん、ありがとうございます。昨日も来てくださってるから、ありがとうございます、嬉しいです。マーブルチョコアイス、違いますマキコさん、違います。マルビーモーロー、違います。マック、違います。お正解があった、ジョーさん、マジック、正解正解はマジック、マジックです。こちらはマジックでございますジョーさんすごい、どうやって表現しようかなってなって、よかった。マヨネーズ、もう落とせた。あ、影さんも正解ですね。マジックです。マクド、マクドじゃないです、マスタード、違います。こんばんは、あ、ミミッツさん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。今はエシリトリクイズ中ですマーク、マーク、違いますマイケル、マジマジ違います。マップだと、違います。マイダ、違います。マップだと、違います。そう、テレナの方のマジックです、そういうことですあ、そっか、マジックって書く方もあるんですっけ。これはテレナの方、消える方のマジックですそう、点線なんか消えたよって言うマジックに人力の余裕を、お、やったね。そうなんです上がりました、絵が上手に、嬉しいありがとうございます。マジです、マジっすか、マジですそうです、サジナの方です。キョロさん、リフインの森さん、こんばんは、ありがとうございます、来てくださって嬉しいです。初めてかな、と一応言っとこう。 SK 方程式さんの第9期生オーディションに参加してます。エントリーナンバー27番のニーナタンです、よろしくお願いします。とても分かりやすい、やった、何台出すのでかかってるか、そうマジックにしか、でしょ、マジックにしか見えない、これはマジックですそれでは解説を、やったね素晴らしい観察力、そうですよね、すごい、これ当てれるのはすごいです難しい。ということで第6問かな、いきます。マジック、次、く、くから始まる、くから始まるもの、何があるやろう空でしょ、うーん、くー、あ、わかった。どうしよう。え、どうしよう、難しい。でも、これが思いついたからこれを書きました。書くものじゃないけど。ということで、第6問、こちら。なんでしょう。これは。クイックルワイパー、違います。クラ、違います。クモモ、違います。
さあこちらは何でしょう。雲、違います。雲じゃないですね。雲も違います。暗闇、違います。違います。クジャク、違います。暗闇、違います。お、トロさん、トロさん正解。トロさん正解、正解が出ました。こちらの正解は空気です。正解は空気でした。やったということで第6問、空気。そう、書くものじゃないなって思って空気を書きました。でも頑張った線で表しました。空気です。ほ苦し紛れの線、違います。ただ釜玉で正気さんも正解ですね。そう、くしゃみじゃないです。やった空気でしか読めないでしょ。空気です。そう、その辺にあるけど表現するときは線かなって思って線を書いてみました。うん、前にありがとうございます。やったね。それはなんだろう、ない。そう、車思いつかなかった。そっか、車とかもあるんや。全然思いつかなかったです。空気しか出てこなかった。苦しい説明。違う。次7問かな。ページ変わった。第7問、雲じゃないですね。そう、空気が思いついたから空気にしました。あ、待って、名前書いてない、ごめんなさい。トロさん、よし。ということで第6問の正解は空気でした。次第7問かな。第7問いきます。第7問、キーでしょ。キーんキカンズ、キーって何があるやろ。キー、キリマンジャロ、違います。来ちゃった。来ちゃった、やった。シロタンさん、あれ初めてかな。ありがとうございます。どっちの来ちゃったやろこれ。セーラー服と機関銃、お、あれですね、映画になってたやつ。金庫、違います。まだね、書いてもないな。木彫りのクマさん、違います。ボンちゃんさん、だるま、ありがとうございます。だるま。よし、どうしよう、どうやって書こうかな。でも思いつきました、キーでしょ。貴様も違いますね。どうやって書こうかな。キー、伝わるはず、頑張って伝えます。じゃん、第7問、こちら、キーから始まるものです。じゃあテロップ書こう。忘れてた。しりと、規制、違います。
くい。よし。聞こえる？聞こえる？違います。キャンドル違います。君の悪い絵違います。画伯じゃないはず。キノコ違います。キツツキ違います。これはわかるはず。あ、そう。これはでも絵で表すものじゃないかも。キツツキ違います。キノコじゃないです。キーホルダー違います。キツツキ違います。キー違います。キエ違います。黄色違います。竹ですが白ですね。あ、伊豆のマサさん。ありがとうございます。初見さん、はじめまして。来てくださってありがとうございます。SK48 さんの第9期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー27番の2になったんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。絵で表すものに。絵で表すものに。これしか思い浮かばなかったんです。気候、違います。ん？まあ、なんて書いてるんやろ。邪魔す。霧。さっき。なんだろう。誰だろう。違います。キラー細胞。違います。あ、いいね。ありがとうございます。マサさん。伊豆のマサさん。ありがとうございます。嬉しいです。気をつけ違います。気合い入れてる人違います。霧吹き違います。規制違います。希望違います。金し卵違います。これ分からへんかな。ヒントは、ヒント？キツツキ違います。キンキン声違います。ヒント書かれへんな。どうしようかな。ヒントを呼んでる。ヒントじゃない。助けを呼んでません。助けではないな。これはどうしよう。はい、ちょっと書き書きちょっと書き出した。これは何でしょう。難しい？君が好き違います。気をつけよう暗い闇って言った前言葉違います。なんかポスターみたい。レベルマックスやったね。レベルマックスなんですかね。なんだろう。キリンの後頭部違います。君が好きなんだ。お、ケンちゃんさんありがとうございます。こんばんは、バリアさん。こんばんは。初めてかな。ありがとうございます。来てくださって嬉しいです。はじめまして。ダマサさん、キンミクマン、違います。キズナ、違います。キックマンチ、違います。緊張、違います。キュンキュン、違います。一目惚れ、違います。キンタロウ、違います。キャー。どうしようかな。あ、じゃあヒント。めっちゃヒントはトンカチじゃないですね。ヒントはプラシーボ効果。プラシーボ効果がヒント。多分一番のヒントかな。気のせい。
気のせいではないです、キスでもないです。気のせい、ちょっと似てるかな、気を持ち、言い方の問題気を持ちを、違います、なんだろう、んー、気、んー、程度にとか言うかな、気、気、んー、程度でとかヒント、プラシーブ効果、気持ち、気持ちじゃないです、今日も絶好調、違いますなんだろう、緊張、違います、惜しいな、でも、んー、なんだろう、気持ち関係かな、言い方言い方の問題、答え言いましょうか、そろそろ答えが出ないから言おうかな、よいしょ、答えでなくしかね、お、頑張ります、リミットさん、ありがとうございますふふ、気合い、違います、面白すぎる、面白いなんだろう、気合いかな、違いますね、ギブ、ギブ当てたい、当てたいって言うとギブアップって人が言う、緊迫、違います、気持ち悪い、あ、そういうことか、違いますこんばんは、あ、ともさん、こんばんは、ありがとうございます今はしりとりクイズをしてます、金属ハマ、違います、離れてってる、どっちがいいですか、気分、なんだろう、なんていうのかな、これ、この薬、なんやろ、気の持ち用の変換バージョンっていうのかなそんな感じ、君が好き、違います、緊張、違います、勇気のほんま、違います、気まく、違います、気のせいでもないんですよ、なんだろう、なんか気、気分程度に、あ、じゃあ2文字目言おうかな、決めるのは、違います2文字目言ったらわかるかな あ、そうです、今しりとりをしてます、き、き、じゃあ2文字目、多分2文字目分かったら一発かな大喜利ではないはず、よし、最後の文字でもいいですけど、書いちゃった、いや、2文字目でいいかな、2文字目いきます、気楽、違います、はい、気や、こまで言ったら分かるはずさすがに分かるはず、気や、気や、気や、お、やっぱ2文字目言ったら皆さん分かりますね、正解は一番最初はクジラちゃんさんですかね2問連続かな、連続ではないか、2問、今日2問目、そう、正解は気休めでしためっちゃ難しかったね、これ気休め、キャノンのカメラ、違いますやっぱ皆さんでもヤーマでやったら正解多いですね、クジラちゃんさん、ケンちゃんさん、ユウさん、ジャンマサーさん、コウサクさんかな、気休め気休めでしたそうレベル高い、って面白いですね、なんか気休め程度に薬を飲もうみたいなええです、これ気休め程度に薬を飲もうって、確かに気休めにしか言えないでしょそう、まあ気休めを書きました
すごい、気休めを書こうと思わない、いや書こうと思っちゃったんですよ。ということで第7問の正解は気休めでした。めちゃめちゃ苦戦しました一緒に。難易度高いですか。第7問の正解は気休めでした。クジラちゃんさん正解です。ということで次は、第8問かな。でしょ。そう気休めでした。次第8問いきます。第8問は気休め終わったでしょ。だから目でしょ。ご飯買えたでも、あ、富谷なぎささんおかえりなさい。皆さんがいっぱい苦戦してました今。気休めでした。こんばんは、仕事終わった。あ、ミニノンさんこんばんは、ありがとうございます。あ、ってことはじゃああれ見てないかな。どこだっけ、見てないな。そう、私さっきいなかった方は分かんないと思うのでもう一回説明させていただくと、推薦コメント書いてくださった方にお名前書いてるんですけど、ミニドンさん今来てるってことは多分あれかな、いるかな、まだ。ミニドンさん推薦コメント書いてくださってありがとうございました。そうこんな感じでお名前を書かせていただいてるので。まだね、なんだろう、全然初めて見るよって方とかでも一言でもいいので書いていただけたら。あ、トロさんも見てなかった、これだ、じゃん。ありがとうございます、推薦コメント書いてくださってありがとうございました。そう推薦コメントのプロフィールの下の方かなにあるので、よかったら皆さん書いてないよって方は書いてくださったら嬉しいです。推薦コメント、そうなんです、推薦コメントをね書いてくださった方に明日かな、今書いてくださった方は多分明日までに、明日の配信でまた名前書かせていただいて、それまでに呼ばせていただきます。どこまで見たかな、さっき推薦コメント書いたけど、あ、多分先ほど書いた方私自身がまだ見れてないので、でも明日の15時かなまでに推薦コメント反映されてる方は書かせていただくので、ちゃんとしっかりと、なのでよかったら皆さん戻って方は書いてくださったら嬉しいです、お願いします、ありがとうございます。あ、リミットさん推薦コメント書いてます、ありがとうございます、嬉しいです。伊豆のまささん、あ、花束いっぱいありがとうございます。嬉しいです。伊豆のまささん、少し見ただけでも素敵な子だと分かりました、合格してここの皆さん参加して、お、ありがとうございます。そんなこと言っていただいて、噛んだ、言っていただけて嬉しいです、合格できるように頑張ります、ありがとうございます。あ、そうなんです、明日その推薦コメント承認された15時までに承認されてる方にはお名前書かせていただきます、ありがとうございます。ニンナさんこんばんにゃ、あ、こんばんは、昨日ぶりですね、ってことはただ見てない。見てない見てない、どこだ、どこかな、ありがとうございます、推薦コメント書いてくださってたのでお名前書かせていただきました。赤秘書室さん、青秘書室さん、黄秘書室さん、蝶さん忘れてた。ありがとうございます、まだ見てるかな、
こんばんは。推薦コメント書いてくださってありがとうございました。やっほーいし、あ、ゆきみちゃんさん、昨日ぶりかな。こんばんは、ありがとうございます。今日も来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。面接試験、あ、もう次の問題ってことかな。早いな。メトライフの違います。コメント入りました。 ありがとうございます。今日なんだろう、この最中やってる最中とか、あとはなんだっけあ、そう、明日の15時までに反映された方はちゃんと名前書かせていただきます。ありがとうございます。わざわざ名前まで書いて、あ、こちらこそありがとうございました。書いてくださって嬉しいです。面接試験、お、そっか、大学もあるんですね、面接試験。合格した、おめでとうございます。何歳ですか。アップダウンザムービーさん、はじめましてかな。SK48 さんの在籍オーディションを受けさせていただいてます。エントリーナンバー27番のニーナさんです。19歳です。昨日で19歳になりました。来てくださってありがとうございます。ということで、今は私立理クイズしてたんですけど、ちょっと推薦コメントの書いて、最初の方に来れてなかった方がいらっしゃったので、そうさせていただきました。呼び捨てでいいでしょう。あ、ほんまですか。じゃあゆきみちゃんって呼びます。確かに、あ、そうなんや、一個上ですね、じゃあ。ありがとうございます、ゆきみちゃん。では夜ご飯行ってほしいです。あ、行ってらっしゃい、ありがとうございます。ご飯食べてきてください、ありがとうございます。ということで、第8問かな。次、目から始まるもの。でもちょっと気休めが、みんなさ、めちゃめちゃ難しいって言ってはったんで、目から始まる簡単なものにします。目でしょ。あ、簡単なものにしたい。よし。でもこれあんま書いたら多分集合体無理な方あれかな、しんどいかな。よし、できた。ミッキーさん、こんばんは。こんばんは。あれ、昨日も来てくださってたかな。ありがとうございます。ひなたん、かわいいでしょ。お、ゆきみちゃん、ありがとうございます。ハートも嬉しいです。ハート、ありがとうございます。メロン、メロン、メンチカツ、メダカ、メロン、目からうろこ、メール、メダカ、違いますね。今のとこ全部違います。じゃあ第8問、あ、書き忘れた。目、はい、これなんだ。覚えていただけたら嬉しいでしょう。あ、もう覚えました。ゆきみちゃん、ありがとうございます。お、やっぱさすがに分かりやすかったかな。おー、すごい、いっぱい。ということで、第8問目。これは分かりやすいですね。明太子、正解です。けんちゃんさんかな、1番。けんちゃんさん、正解ですね。あとは、メイクイーンじゃないです。目尻、違います。ゆうじさん、ジャンマッサーさん、ミニドンさん、コウサクさん、シャーガーさん、赤し書室長、青秘書室長、ギヒ書室長さん、ゆうさん、かまたま、レシオキさんは正解です。明太子、
そうです、けんちゃんですね。めんたいこそう、難しいって。里芋じゃないですねなるほど、なるほど、やったね、やったねおめでとうございますけんちゃんさん、第8問の正解は明太子でした。やった。こちらがそういうことです。ということで第9問かな、次このページ終わったら多分終わるかな。一回、よし、やったね。じゃあ第9問いきます。第9問はこうから始まる。こうでしょ、こまゆったでしょ。何があるやろう、こうから始まる何か、こう、高校、ココア違います濃い違いますね。コンネは山田違います。高三違いますね。何があるやろ。高は違うんです、出てるんですけど、出てるんですけど、どうやってに表そうそうで違うやつにしようと思ったんですけど、やっぱりちゃんと出てこないな。あ、思いついた分かりやすそうなやつで思いつきました。これなんかちゃんと真剣に書くと静かになっちゃうよいしょ。思いつかないで声コーリコーラ幸福の特典違います思いついたんで今書いてるんですけど、しっかりとなんだろう、凝って書いてるからちょっと時間かかってますよいしょ。ほう、でもこれはずっと分かりやすいはず。できた。ということで第9問いきます。あ、マスクさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。来てくださって嬉しいです。ということで、第9問いきます。じゃん。第9問は、こちら。あれは何でしょう。こうから始まるものです。こうから始まる。ドキドキ。クリアカン、嘘でしょ絶対皆さん見たことありますって。昆布じゃないです。これは何でしょう。あらまこれは分かりやすいかなって思ったんですけど、昆布じゃないですね。小ウサギ違います。コブラ違います。コーンじゃないです。このあなたはもう違います。米、小麦違います。でも食べ物ですね。ヒント、食べ物。コーン違います。何でしょう。食べ物です。ヒントは。でも普段はこんな形しないかな。なんか飾り とかで多分こういうものになるその食材だけ使って、なんだろう、飾りっぽくしたらこうなると思います。なんでしょう。
わかるはず。食べ物だけで勝手に、あの飾りっていうのはなんか飾り切りとかそういう意味です。小麦、違います。お、正解が出た。こんにゃく、そう、正解、正解はトロさんですね。こんにゃくです。おめでとうございます。こんにゃく、正解、第9問の正解はこんにゃくでした。やったね。こんにゃく。なるほど、なるほど。なんかおでんとかに行く、おでんとかに入ってるこんにゃくってこんな形してません？私の家だけかな。食べ物だけど、そう、小麦、こんにゃく、こんにゃく。み、こんにゃく、んが抜けてるの。ミッキーさん、工作さん、牛さん、正解ですね。なるほど、トロさん、そう、2回目ですよね。おめでとうございます。オルニャンさん、こんばんは、初見です。お、あれ？どっかで見たことあるような気がする。オルニャンさん、ありがとうございます。チェアマン初見さんということで自己紹介します。 SK48 さんの第9期生オーディションに参加させていただいてます。エントリーナンバー27番のニーナタンです。よろしくお願いします。ありがとうございます。難易度の差が大きい。嘘でしょ。でもこんにゃくは分かりやすいかなって思ったんですけど、言われれば確かにでしょ。なるほど、やった。そう、こんにゃくにしか見えない、こんにゃくにしか見えないね。よし、ということで第10問いきます。あとちょっとだね。よいしょ。第10問はねじったこんにゃく。そう、ねじったこんにゃくです。食うでしょ。あ、わかった。よいしょ。でもこうするしかないからこうします。押してきた。空気、違います。100年後にゃ。そうです。やった、やった。ま、押していきます。お、ありがとうございます。ミッキーさん、嬉しいです。ありがとうございます。空気、空気じゃないです。今回は簡単なはず。じゃん。第10問、こちら何でしょう。これは何でしょう。ちょっとお茶飲みます。よし、ありがとうございます。ほっ、お。黒酢、違います。クリームソーダ、違います。コーラ、違います。あ、答え出ましたよ。ゆきおさん、黒ウーロン茶、正解。やっぱこれは分かりやすいですね。第10問の正解は黒ウーロン茶でした。やったー、おめでとうございます。黒ウーロン茶です。ウーロン茶。ゆきおさん、2回目かな。おいしょ、おめでとうございます。ゆきおさん、押してきた。あーあーでしょ。水箱、違います。黒酢、違います。けんちゃんさんも正解かな。ということで正解は黒ウーロン茶でした。おめでとうございます。黒いから分かりやすいでしょ。あ、
ふわおさん、こんばんは、初見です。お、間違えた、初見です、こんばんは。下から読んでた。ありがとうございます、初見さん。はじめまして、SK 法廷さんの第9期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー27番のニーナタンって言います。よろしくお願いします。わーいありがとうございます。簡単ではない、あれおかしいな、難しい。心の中で見ると余裕でしょでしょでしょ。オルニャンス初起用でのご協力もの、あ、本人です。本人です。SK48 の第8期生オーディションも書類も審査させていただいてて、その時は56番のコロタンとして配信させていただいてました。ありがとうございます。気づいてくださって嬉しいです。ありがとうございます。お久しぶりです。やっぱりどっかで見たことあるなって思ってました。お久しぶりです。ありがとうございます。簡単でしょ。ニーナタンです。お願いします。ふわおさん、お願いします。お、ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。黒ウーロン茶とコーヒーとコーラ。いけます、いけます。待ってくださいね。第2部は7時半かなからやるので、またその時に書きますね。じゃあただいま帰りました。ご飯食べたから少しの不安だった。あ、ありがとうございます。また星投げしていただいて嬉しいです。スターフィッシュさん、でもありがとうございます。そうなんです。昨日で誕生日迎えて、19歳になりました。ありがとうございます。このコーナー始まるとなんだろう、もういけない。難しいですか。お、さすが。お、おめでとう。ありがとうございます、ミキさん。ということで、じゃあ11問いきますね。11問、黒ウーロン茶、茶でしょ。茶なんか茶しかない。茶、あ、わかった。はい、できた。第11問。トイレも行けない。夜間じゃないです。あ、めっちゃ隠してた。茶です、茶。第11問、これはなんだ。あ、やっぱこれはわかるね。さすがに茶やったらめっちゃ絞られてますもんね。ということで、第11問の正解は、正解、茶柱。皆さんやっぱりこれはわかるんや。めっちゃ言ってもらってる。クジラちゃんさん、あれ ?3 回目かな ?2 回目 ?3 回目や。すごい、おめでとうございます。コメント欄が平和。ほんまにそうですね。クジラちゃんさん、ミニドンさん、ユキオさん、ジョーさん、オールニャンさん、ミッキーさん、ジャーマッサーさん、トロさん、工作さん、ユウさん、トミヤ、ナギサさん、シャーガーさん、コバッチさん、ユウジさん、カンレキオジさん、ココアさんが正解です。おめでとうございます。さすがに皆さんこれはわかりますね。チャーバーシーラ、クジラちゃんさん3回目。おめでとうございます。よし、ということで、第11問の正解はジャバシラでした。おめでとうございます。ミッキーさん、やったやった。チャギントンじゃないですね。
ジャバシラだったっもう正解っちゃ正解です。でもジャバシラです。オンニャンさんハート10個ありがとうございます。嬉しいです。ということで12問かな、これが最後です。第12問よいしょ。ラーから始まるもの、ライブ始まるからいたんで、あ、ありがとうございます。貯金箱のお金いる、あーなるほど、でも貯金箱じゃないです。ありがとうございます。おりなさんクラッカーありがとうございます。ミッキーさん激推しかも、お、やった、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。ミッキーさんライブ始まるから一旦始めます。お、ココアさんありがとうございます。来てくださってありがとうございました。いってらっしゃいです。ラーメンで終了、おー、なるほど、ラッパ違います、ライブ、ライブ、そう、ライブ見に行くはるみたい。ラッキョさん、ラッキョさんこんばんは、今さっき推薦コメントどこした、あ、大大好き、ココヤケさん、木登りです。あー、噛んだ。今日も来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。よし楽々正解に、まあでも最後やから、あー、わかりやすい。よし、ということで、ということで、あ、お、あ、おわゼロさん、こんばんは、来て、お、ありがとうございます。来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。じゃあ第12問いきます。今日じゃない、とりあえず最後かな、一回7時までって言ってるので、あ、ほんまや、じゃん。ということで、ラらです。これは何でしょう、早押しですかね。おー、すごい、いっぱい。あ、リュウさん、ライオンじゃない、ライオン、ライオンです、正解、ライオンです。リュウさん、ラブは65問のルームから来ました。お、ありがとうございます。他の候補生の子かなの部屋から来ていただいたということで嬉しいです、ありがとうございます。同じく SK48 さんの耐久基礎練習に参加させていただいてます。エントリーナンバー27番のニーナタンって言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。見に来てくださって嬉しいです。すごい早押し、めっちゃクジラちゃんさん早押しすぎる、すごい。ライオン、そう、ということで12問目はライオンでした。ライオンガオー、よいしょ。クジラちゃんさんすごい、4問正解すごい量。よし、そう、今日とりあえず1回19時までって言ってたので、うんで終わらせました。クジラちゃんさん、コロコロさん、ジャマッサーさん、ミッキーさん、ミニドンさん、ユウさん、トロさん、ナオちゃんさん、ユウジさん、工作さん、シャーガーさん、ジョーさん、富谷渚さん、韓国語の方、小鉢さん、マナテツさんかな、正解です、ありがとうございます。ありがとうございます。 SR の中で読んで彼も上手くなってるなんて、お、ありがとうございます。ヨタビさんも正解ですね、嬉しいです、ありがとうございます。落雷に打たれた動物じゃなくライオンです。昨日に続いてきました、コメントでください、あ、ありがとうございます。ちょうど時間で忘れた、そうなんです、でも若干ちょっとオーバーしちゃうけど19時。やった、やったね。ということで一回ね、19時までって言ってたので、一回終わらせていただきます。よいしょ、次の配信はじゃん19
19時半からもう30分後なんですけどまた配信させていただくので、ぜひぜひ皆さん、あ、ゼロさんいいね10個ありがとうございます、いいねいいねいいねありがとうございます。また来てもいいですか。あ、ミッキーさんぜひ来てください、ありがとうございます。よかったらフォローお願いします、ありがとうございます。また後でお疲れ様、ありがとうございます。やってみとくね、ありがとうございます、嬉しいです。ちょっと写真だけ撮ります。あ、通知いっぱい、ありがとうございます。髪型変えます。いきまーす。取れたはず。よし、ということで終わります。7805名さん、ありがとうございました。また後で会いましょう皆さん。何時だ今。2分。よし、ありがとうございました。また後でね。バイバーイ。